どうも、リバラの小畑です。今回は特別ゲストに来ていただきました。特別ゲストのジョニーさんです。ありがとうございます。陸上界の野良犬、ジョニー高橋サンダースです。はい、まあ、こんな感じでいくんですけど、まあ、ジョニーさん、こう見えてサブ2っていう YouTube やられてて、陸上界に風穴を開けるような海賊って言われた陸上界の海賊、海賊ですねもしランニング YouTube 組合みたいなのがあったら通報されるぐらい、はい、チンピラっすよ、ただのチンピラっすよ。はい、やっぱ結構過激な動画を上げられてる。サゴが特にチンピラ。あ、サゴさんチンピラ。サゴが一番チンピラっすよ。はい、でそんなそのサブ2さんなんですけど、なんで僕がそのサブ2を知ったかったかっていうと、箱根前のその選手の気持ちみたいなの動画上げられてて、たまたまジョニーさんが僕の当日変更のやつですね。あ、そうですね、うん、当日変更の心境みたいな、どうなのみたいなのを上げられてて、でそれを僕がたまたま箱根前に見たんですね。へぇ、はい、選手にも届いてたんだ。そう、届いてました。へ、で僕も本当に当日変更みたいな、もういつ決まるか分かんない状態で、めっちゃきつかったんですよ、心が。なるほど。もう早く決めてくれみたいな、うん、その時にその動画見て、自分は走れなかったけど逆にそれが良かったみたいな、うん、その経験があったからこそ今があるみたいな、今がある、はい、言ってました、ね、すごくはっきりと思って、うん、僕もそんなこと言える大人になりたいと思って、響いてくれてたんですよね、はい、あの変な動画まあ見ていただいたらね、だからもう当日変更なろうがならまいが、もう俺は自分でやるべきことをやって当日を迎えようみたいな、はい、ちょっと悟り開いて、ね、お経お経みたいな効果があったんですか。お経みたいな効果、あの数分の動画で、そう、はい、南妙法蓮華経効果も南妙法蓮華経効果もあったんですね、はい、宗教開こうかなぜひお願いします。陸上宗教、陸上ジョニー、教で、はい、嬉しいですね、はい、素直に。それが漁協だからこうやって話できてるのがめちゃくちゃ嬉しくて、でも嬉しいですよ、ゆばらんちゃん、はい、うん、僕がね、はい、リバランちゃんを知ったきっかけは、あ、はい、ツイッターのおすすめに出てきたんですよ。あ、出てきたんですか。そうなんですよ。嬉しい。で、そのサブ2って一応周りを気にしてるんですけど、はい、あんまりこうコラボしないんですよね。あ、今のところそうです、ね、他の YouTuber とあんまりコラボしなくて、はいはいはい、まあ、できないって言ったことかもしれないですけど、はい、させてもらえないのか強いと思うんですけど、はいはい、あんまりね、そのジョイントすることがなくて、はい、自分たちだけでこう属していこうっていうのが、まあ、3人の中で気持ちがあったんですけど、はい、もちろんね、はい、あのする機会があったりしないんですけど、その中でもやっぱ僕、沖森さんも全員キャラクターが強くて、そうですね、うん、キャラ濃いです、ね、あんまり自分たちからお願いしますみたいなのは、まあ、やんなくてもよくねみたいな、なるほど、2回で話してて、はい、ね、まあ、もちろんその仲間とかね、はい、やるタイミングがあったらするんですけど、はい、そんな中でおすすめで出てきた小和田ちゃんが、はい、なんか可愛くて可愛いですか。そう、みんなでそれ、はい、意見一致したんですよ。へえ、なんかこいつけなげでめっちゃ可愛いなみたいな、はい、ありがとうございます。で、サトシくんだよ、はい、沖森くん、はいはい、なかなか人のこと褒めないんですけど、はい、いかつい方、こいつめっちゃ可愛いなで、何、はい、これあと1ヶ月で1000人達成しなかったら、はい、やめちゃうの。そうですね、はい、かわいそうって、ああ、ありがとう、コラボしてあげようってあいつから言い出してあー、めっちゃ嬉しい。一番もうサブ2の中で、はい、強いですから、はい、なぜかもう陸上界全体の中でも強めの沖森くんが、はいはい、いやもうこいつはもう応援しないとダメだ、あー、めっちゃ嬉しい、俺が辞めさせないって、あ、かっこいい、沖森が言ってて、沖森さん大好きになりましたもん。本当ですか。はい、で、ツイッターで、あの、関東で来てるんで、はい、はいはい、どうですかみたいな、はい、ツイッターで見たんですよ。あ、そうですね、一緒に練習してくれる人探してますみたいな。で、サブ2のグループ LINE に、はい、まあ、一応その勝手にコラボとかしちゃダメなんで、あー、なるほど、僕らがコラボしたりとか、あの、変な芸人とか、はい、変なカメラマンとかしかその辺のホームレスとか、はい、怪しいっすね、そう、雪吊りのショークとかとしかコラボしてないんで、はい、本当の陸上選手とコラボするの初めてなんで、はい、あ、初めてですか。そこ乗っけたんですよ、グループ動画に、はい、ちょっと、そろそろ2人怖いんで、あ、そうですね、お前、お前から媚び売ることねえやみたいなこと言われるから、あ、いけいけ小原くん救ってやれ、いや、めっちゃ嬉しい、サブ2の人全員登録してもらえ、はい、あ、めっちゃ嬉しい、2人が言ってくれて、はい、そう、あ、じゃあサブ2さん公認で今回やらせて、そう、今グループ LINE で、え、小原くんとどうなったってずっとプープーってこけてなってて、はい、面白くしてあげてなって、めっちゃいい人、初めてよ、初めてです。 ありがとうございます。ちょっとね、ぜひそのコラボ動画も多分載せると思うんで、今回その真面目なやつね、はい、していただいてるんで、はい、ありがとうございます。初めてボケなしのやつをぜひご覧ください、はい、
本当にいろんなこと学ばせていただいたんですけど、いやそもそもその YouTube 始めと思ったのって何なんですか、うん、サブ2さんの話じゃあ聞きたいですね、うん、サブ2はなんだろう方向性が大きく一致したんですね、はい、っていうのもこの前八木沢君が来てくれたんですよ、あ、はいはい、で、はい、田口君も来てくれて、あ、はい、大スターじゃないですか、そうですね、めっちゃ早いですよね、飲み会したんですよ、はい、誰も知らないですよ、え、なんでですかそれは、だからマラソン人口って多いでしょ、はい、めっちゃ多いです、陸上人口は少ないんですよ、はい、なるほど、で陸上とマラソンって全然違うんですよ、でマラソンの中でも大迫さんとか中村さんがやってるマラソンと5時間4時間の人が走るマラソンって全然違う競技だと思ってください、なるほど、ランニングコーチ4年やってて分かります、はい、あ、分かりますか、本当にいろんな人がいるみたいな、そうなんですよ、で僕はイベントで旭化成さん、はいはい、僕のランニングステーション僕が契約して、はいはいはい、ランニングステーション来て村山こうちゃんが来た、あ、すごい、こうちゃんこうちゃんと思って、はい、あ、すごい、こんなんさ、はい、市民球場にダルビッシュが来れるもんでしょまあそうっすね、めちゃくちゃすごいっすよ、ね、野球少年わーってなるはずじゃないですか、大歓声みたいな、こうちゃん誰も知らず、市民ランナーやってる方々、はい、いや、あの人速いんですよ、そうなんだみたいな、で、そんなレベルなんですか、リンクしてないんですよ、もったいないというか、それっておかしくないっていうのがその普通の根底にあるんですね、はい、確かに今までずっと陸上頑張ってきて、はい、やめたらただの人になっちゃうんですよ、なりますね、ほとんどの人が、はい、だから沖森とかサボって、はい、競技レベルが僕より1個上なんですよ、あ、13分台どっちもそうです、はい、結果僕も14分まあ一応10ぐらいまで行ったんですけど、めちゃくちゃ速いです、そっから13分50、40っていうのはたった20秒なんですけど、はい、多分格が1個上がってるんですよ、確かに違いますね、スターなんですよ、はい、このスターのこと誰も知らないんですよ、へえ、一歩街に出たら、はいね、これがバスケとかねラグビーだったら、はいはいはい、ね、わーってなる、それだけで仕事が来るかもしれないんですけど、確かに昔早かったです、はい、昔プロでやってました、実業団でやってましただと、はい、食えないんですよ、あー確かに難しいところですよね、で為末さんとか高橋尚子クラスになれば別だけど、あ、箱根3回4回走った実業団でニューイヤー、はい、ね、なんか区間4位でしたとか、はい、ね、そのだとダメなんですよね、なるほど、それっておかしくないっていう、そんだけ頑張ってきたのに、もっと認められていいですよね、そう努力と結果を、中学校3年ぐらいからさ、はい、25、6まで何十年それだけに捧げてきて、はいはい、全然違う仕事を30手前でやらされちゃうんですよね、そうっすよ ね、 ね、今までの経験生かせれないんですよね、今の状況、そうなんですよ、もったいない本当に、それっておかしくない、はい、っていうことで陸上選手がもっと食えるように陸上選手の認知度を上げようっていうことで、バラエティ的なことをなるほどやってるんですよね、なるほど、いろんな人に見てもらって陸上を知ってもらうみたいな、そうなんです、そうなんです、なんで僕らの動画では、はい、その仲のいい人たちからなんですけど、八木沢君とか田口君、はい、どんどん出していきたいんですよ、ああ、本当はもっと評価されていい選手を出して、で全力でバカやってもらいます、なるほど、普段は見せない一面を見せまして、そうなんです、 5000m400m 12周半走る時はすごかったけど、はいはいはい、そこ以外でもすごいんだぞっていうのを、あー、なるほど、知ってもらってて12周半走る凄さもついでに分かってもらう、あー確かに、で陸上自体の価値を上げていきたいな、はい、あーいいっすね、あ、めちゃくちゃ面白い、そうなんですよ、そうやりたいです、だから大迫傑選手以外の、はい、人も知ってもらいたいんですよ、確かに今ちょっと陸上ブームちょっとずつ来ている中で、でその人がそれをやめた後元気上がった後もそれを絡めて飯食っていけるようにしていきたいんですよ、あ、いいっすね、っていうのがサブ2としてはあります、はい、全員、へえ、ついね、あ、みんなじゃあ熱い思いがあるんですね、そうですね、熱い思いっていうか、まあ、はい、俺らがそうだったから、あ、なるほど、ふざけんなよってなって、ああ、あの2人がね、どっちかっていうと、俺はだって中途半端な選手だったから、はい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 、それだけで食っていこうとは思わないから、ちゃんと今鍼灸師とかね、アスレチックトレーナーの資格を持って無償で食える世界を作りたい、あ、かっこいい、結構真面目な話になっちゃって申し訳ないですね、いや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 、全然いいですか、ここはあの2人の思いなんで、あ、僕がここで嘘を言っちゃうと、はい、サブ2自体がもうバーン化されちゃうんで、なるほど、はい、バーンってあんなチンピラがね、はい、こんなスケベな思いでやってなると、なるほど、今携帯見たらサブ2がもう削除されてる一応、なるほど、一応ここは本当の、はいはいはい、でこれ見たら逆にサブ2さんの見方も変わるんじゃないですかね、今まで他の人も、そ
そうかな、はい、そうなってくれるかな、はい、僕も最初は正直なんか適当な感じなのかなと思って見てました、見てたところあったんですけど、この話聞いたらもう見ますもん全部。60いいね40悪いねとかつきました、ね、きつびっくりした。 Google から嫌われてんのかなと思ったもん。ビッグ上じゃなくて Google からもうこれやばい、 Google の社員がみんな押したんでしょ。これ見せたらダメだみたいな、そう思い込むようにしてましたね。なるほど。ちなみにじゃあジョニーさんはどういう思いがあるんですか。お花見かな。一周回ってお花見さ、それこそなんか大学の時とか聞いていいですか。あ、いいですよ。これ本当に打ち合わせないから怖いな。もともとロック歌手になりたかったから、ね、最後に、はいはい、これ見てくれてる中学生、高校生、大学生とか、そうですね、現役のね、はい、役僕からのメッセージ、はい、お願いします。陸上はですね、お疲れ様でした。お疲れ様です。